皆さんこんにちは。札幌ファクトリーフィットネスクラブのまさしです。この動画では筋膜リリースといって、こちらのテニスボールを使って筋肉の外側を覆っている筋膜を、ほぐしたり緩めたりするということを行っていきます。筋膜を緩めることによって運動時のパフォーマンスアップや疲労の回復など、効果が期待できます。はい、それでは皆さんぜひやっていきましょう。よろしくお願いします。はい、それでは、筋膜リリースの方を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではまず最初は、足回りですね。足回り、足首、に関係する、筋肉のリリースからちょっといきたいと思います。はい、まず最初は、このすねの内側にある後頸骨筋という筋肉の、筋膜ですねをほぐしていくことをやっていきたいと思います。はい、このすねの骨、頸骨という骨があるんですけど、そこの、指1本分内側のところですね、少し軽く指で押していただいて、この内側の部分ですね、はい、この筋肉を筋膜、はい、ほぐしていきますので、ちょっとここがターゲットになります。はい、それではですね、右の足を内側に曲げていただいて、反対の左足は外に、後ろの方ですね、曲げておきます。はい、そしてテニスボールを今確認したすねの内側の部分に当てていきます。少し膝に近いところですね、膝寄りのところのすねの内側、この部分にテニスボールを当てて少し押します。押してちょっとテンションですね、ちょっとかけてあげて、ちょっとグッと押してるなーっていう感覚があるところ確認してください。はい、できましたら右の足の足首をこういう風に曲げて伸ばすっていうのをさっさっさっさとちょっと何回か繰り返してみてください。はい、少し痛みとかね、少しこうほぐしてる感じ出てくるかなと思います。ちょっと何回か繰り返しましょう。はい、何回か行ったら今のテニスボールの位置をちょっとずらします。はい、ちょっと真ん中寄りのところに当てて、また少しグッと押します。はい、そこからまた足首クッ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 動かします。はい、そういう風に、何回か動かしたら場所をずらすというのを、全体的に行っていく、はい、そんな形で進めていきますね。はい、ではこのまた真ん中ちょっとまたずらします。はい、少し押します。はい、ではまたクッ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 ク、はい、動かします。はい、やっぱ 足首を動かすことによって今この後頸骨筋というところが少し、曲げ伸ばしですね行ってますので、少し筋膜の、はい、リリースですねかかっているのが、はい、分かるなと思います。はい、またずらします。はい、少し押してクックックック、はい、さあ足首の方に近づいてきましたよ。はい、またずらします。はい、少し場所によって同じ押し方でも、ちょっと痛さが差がある場合もありますので、無理ではない範囲で、はいですね、あまり痛すぎるようだと、はい、逆に辛くなってしまうので、はい、まあ、痛気持ちいいぐらいテンションの振り方で行います。はい、さあ足首のところ、くるぶしの、くるぶしとアキレス腱の間ぐらいですねのところに当てて、また同じように動かします。はい、ここは一応最後になりますね。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ今度は、この足の曲がり方逆にしていきます。この右足は今度外向きに曲がった状態にしてください。はい、反対の左の足は前の方に戻してきて曲げて楽にしておいてください。はい、じゃあ今度は今の逆側です。すねの、外側の方ですね、はい、超腓骨筋という、はい、筋肉の筋膜をほぐしていきたいと思います。はい、このちょうど本当に真横の部分ですね、真横の部分にずーっと沿って足の裏へつながっていく筋肉になります。はい、やり方は今と実は同じになります。テニスボールを当ててあげて、はい、少し膝寄りですね。はい、少しまた押します。
はい、押したら足首を、はい、同じように、はい、ちょっと曲げ伸ばししづらいかもしれないので、できる範囲で構いませんので、足首を、はい、動かしていきます。はい、さあ、少しずらしましょう。はい、ずらしたらまた少し押して、はい、また動かしていきます。曲げ伸ばしを、はい。さあ、またずらします。少し真ん中ぐらいに来ました。真ん中ぐらいでグッグッグッ。はい。先ほどの、すねの内側のところと同じように少し筋肉グッと押さえている感じ、テンションかかっている感じあるでしょうか。はい。しっかり確認しながら行うようにしてください。はい。それでは、じゃあ、この、またずらしますね。はい。また少し押さえながら動かします。はい、さあ、それでは足首近く来ました。外くるぶしとアキレス腱の間の部分ですね。で、この辺りに当てて、はい、動かします。はい、お疲れ様でした。はい、それではですね、じゃあ足を戻していただいて、同じこの右足、最後になります。今の2つの筋肉のついてるところですね、足の裏についています。はい、親指とかかとをつないだ線のちょうど真ん中ぐらいになります。ここに端っこがありますので、最後ここに当てていきます。はい、内側のところですね、足の裏のところ。はい、テニスボール少しグッと押してあげて、テンションをかけた状態で、はい、同じですね。はい、足首動かす、グッグッグッと。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ一度テニスボールは置いていただいて、ちょっとチェックをします。はい、その場に立ち上がっていただいて、はい、どうでしょうかね。はい、やった方とやってない方の差が、はい、どうでしょうかね。少しこう楽に立てるとか、ちょっと軽く足を動かしてみて、ちょっと軽く動くなーという感じが、はい、あるといいのかなというふうに思います。はい、さあ、それではじゃあ反対も同じようにちょっとやっていきたいなと思います。はい、それではじゃあ、この左足、内側に曲げて、右足は外に曲げた状態にしてください。はい、それでは、内側の方からやっていきますね。はい、内側のところをちょっと軽く確認をしていただいて、ここに当てるんだよっていうのを確認します。はい、それでは、行っていきますね。はい、膝に近いところ、すねの内側、はい、少し押してテンションをかけて、はい、足首を、はい、軽く曲げ伸ばし、くっくっくっく、はい、少し軽く、はい、同じようにやっていきますね。はい、さあ、ではずらしていきます。はい、先ほどやったことと同じではあるんですけど、痛みとかっていうのは少し左右差がある場合もありますので、はい、ちょっとこう押し具合など少し調整しながら行っていただければと思います。はい、それでは真ん中です。中央のですね。はい、また押さえたら、ぷっぷっぷっぷ、はい、動かしていきます。はい、ではまたずらします。はい、また押さえたら、はい、足首。さあ、今このリリースをしている2つの筋肉ですね、足首のバランスを取るのに使っている筋肉になりますので、はい、普段の生活の中で、陰で使われている、はい、筋肉ですね。足の筋肉っていうと、ふくらはぎの筋肉が結構、まあ、イメージ、こう大きい筋肉としてはあるんですけど、こういう細かい、そうですね、あまりこう、普段存在を認識されない、はい、筋肉とかっていうのも細かく使われてますので、結構こういうところ、実は陰で、はい、凝りとか、ですね、痛みにつながりやすかったりしますので、はい、ぜひこれこまめにリリースしてあげるといいと思います。はい、さあ、足首のところですね、くるぶしのとアキレス腱の間、はい、で同じように当てて動かします。はい、お疲れ様でした。じゃあ今度は逆向きですね。はい、足は逆の状態にしてください。はい、さあ今度は外側でしたね。すねの外側、膝に近いあたりからやっていきます。はい、さあ押さえた状態を作って、はい、テンションかけたら、はい、足首動かします。
はい、ちょっと足首動かしにくいですけどね、先ほどと同様ですが。はい、動かせる範囲で結構です。はい、じゃあずらしますよ。さあ、またしっかり確認をしたら、はい、足首。はい、動かしますね。はい、では真ん中のところです。中心部、中央部です。ピリッとくるところは大丈夫ですよね。はい、さあまたずらします。はい、また押したら、はい、足首動かす。はい、さあまたずらします。さあ、あと2回ぐらいですね。2箇所ぐらいになります。はい、最後です。はい、くるぶしとアキレス腱の間。はい、また最後くるぶし。はい、それではボールを戻してあげたら、はい、じゃあ最後ですね、裏のところです。最後のついた先の部分、2つの筋肉のついた先のところ、はい、行っていきますよ。はい、親指とかかとの結んだところ、中心の部分、はい、当ててあげて、ちょっとテンションかけたら、はい、足首動かします。はい、お疲れ様でした。はい、じゃあ、一応、さっきは片方でしたので、はい、右と左、こちらもやった状態。はい、少し軽く上がる感じ。はい、あとは、まあ、楽に立てる感じ。はい、出てるといいかなというふうに思います。はい、それでは、次は、腕回り、あと肩回りですね、の筋膜を、緩めていきたいというふうに思います。はい、それでは、じゃあ、右側からいきますね。はい、今度はですね、この肘の内側のシワの部分ですね、ここに、はい、ボールを挟んでいきます。はい。こんな感じですね。横から見るとこんな風な感じになります。はい。で、少しこの肘のところといっても、ちょっと範囲が内側とか外側と分かれていきますので、はい。まずこの、外の方ですね、親指側の方にボールを当ててあげて、はい、挟みます。挟んであげると、はい、少しこの肘周りの筋肉にちょっとこうテンションが圧がかかる形になるかと思います。はい、この状態から、この手のひらを内外内外内外、はい、ちょっとくるくるひねります。ひねる時ですね、くるくるくると、はい、簡単ですね。はい、じゃあ、一度戻したら、じゃあ今度真ん中です。真ん中に当てる、曲げてテンションかける、はい、くる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 、はい、動かす。はい、よろしいです。はい、じゃあ最後ですね、今度は小指側にの小部分ですね、当てる、曲げる、はい、でくる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 、はい、動かします。はい、お疲れ様でした。はい、一度腕を下ろしていただいて。はい、さあどうでしょうかね。片方やりました。やった方、やってない方。少し腕を回してみたり、ちょっとまあ上げたりしてみて、少しこう楽に動かせるような感じ。そうですね。なんかが出ているといいのかなというふうに思います。はい。さあ、では今度は、同じ側でいきますね。同じ側。右側の、今度は、はい、この背中の部分、脇のあたりですね。の、筋膜を緩めていきたいと思います。はい、当てる場所の確認です。はい、脇ありますね。脇の、はい、後ろの方に手を当てていくと、後ろに行くと硬い部分、骨があると思います。肩甲骨ってやつですね。はい、で、この肩甲骨よりも少し前に行きます。前に戻ります。はい、そうすると、少し筋肉らしきもの、あるでしょうか。はい、一応この辺りになります。はい、背中の筋肉ですね、あとは肩周りの筋肉が、ついている部分になりますので、ここに当てた状態を作ります。はい、そして横になりますね。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、足は楽にしていただければいいと思います。曲げておくとバランスが取りやすいです。はい、場所大丈夫そうですかね。
はい、筋肉に当たっている感じあるでしょうか。はい、下ろしている、右の手は手のひらが床についた状態にしておいてください。はい、ではこのテンションのかかった状態からこの腕を動かします。はい、こんな感じですね。前と外、前と外、はい、に動かします。はい、ちょっと体重かかりすぎてちょっと痛いわーっていう方はちょっと、体の乗せ方ですね、ちょっと調整してあげて、はい、程よいところをちょっと探しながら行うようにしてください。はい、こんな感じですね。はい、それでは動きを止めていただいて手のひらの向き変えます。今度天井向きです。天井に向いた状態で同じように動かします。前、外、前、外、前、外、前、外。はい、さあ結構当たってるのが分かりますね。はい、お疲れ様でした。はい、それでは体を起こします。はい、さあどっちも、肘回り肩回り、はい、やりました。さあさっきと同じようにちょっと動かしてみます。確認。はい、軽く動かせる感じ、スッと上がる感じ、はい、どうでしょうかね。感じいただけたらすごく効果も実感できて良いのかなというふうに思います。はい、じゃあ同じように反対いきますね。では先にやった肘周りの方からいきましょう。肘周りの筋肉の、筋膜のリリースからいきましょう。はい、それでは、左の手、はい、さあ腰をですね、さっき確認しました。はい、では、親指に側の方ですね、はい、に当たるようにして挟みます。さあ挟んでテンションをかける。はい、その状態から、はい、手のひら内外内外、はい、くるくるとひねります。はい、じゃあ戻ったら、じゃあ今度真ん中ですね。真ん中当てる。はい、挟んだら、はい、くる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 。はい、はい、次はまた今度は小指側の方ですね。当てる、挟んでテンション、はい、くる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 。はい、動かしている間は反対側の手でボールを支えておいてあげるとバランスしっかり取れて、この動きの方に集中できるかなと思います。はい、お疲れ様でした。はい、少しブラブラとちょっと手にしていただいて、はい、では次ですね、じゃあ背中の方に行きます。はい、脇、肩甲骨後ろにありました。はい、そこから少し前に戻る。はい、さ、筋肉らしきものありましたかね。はい、硬いと多分肩甲骨です。はい、骨に当てると結構痛いので気をつけてくださいね。はい、それではボールですね。ちなみにこれボールとシャツが同系色なのでちょっと当たる場所がちょっと分かりにくいかもしれないですけどね。はい、ちょっとその、場所参考にしてみてください。はい、それでは一応横になりながら、はい、当てます。よっ、少し場所確認です。はい、大丈夫そうですかね。はい、反対の手でちょっとボールは固定してあげると動いた時とかにずれにくくていいかと思います。はい、よろしいでしょうか。はい、あと痛すぎじゃないかどうかっていうのも確認ですね。はい、それでは手のひら床向きです。はい、じゃあここから動かしていきますね。はい、外、前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 か。はい、じゃあくるっと、はい、今度は天井向き、手のひら向いた状態。はい、また行きましょう。外、前、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 外、前と。はい、よろしいです。はい、それでは体を起こしてきてください。はい、さあ、どっちもやりました。どっちもやりました。はい、どっちもスッスッスッと。はい、軽い感じ、軽い感じ。はい、なっているといいのかなというふうに思います。はい、さあそれでは、残りわずかになります。はい、次はですね、脇腹、はい、腹斜筋ですね。腹斜筋群の筋膜のリリースに行きたいと思います。はい、場所は確認です。はい、骨盤、腰の部分ありますね。腰の骨、骨盤。はい、そしてそこから横の方ですね、上にずーっと上がっていくと、はい、骨がないところがあって、はい、また上に行くと骨がありますね。これ肋骨です。はい、この骨盤と肋骨の間の部分に
ポールが当たる状態にしていきます。大体この辺りですね。はい、またちょっと色がちょっと似てるのであれですけど、はい、ここです。はい、じゃあこの部分が当たるように横向きになります。じゃあ右側からやっていきますね。はい、場所を調整しながら、よいしょ。はい、さあ結構体重がぐっとかかるので、ちょっと手でしっかり押さえたりとかしながらですね、はい、体は結構起こし気味にするとテンションは結構かかるので、はい、ちょっと軽くする場合ですね、当たり感を薄くする場合は頭は結構倒した状態で行ってあげるといいかと思います。はい、じゃあ足に関しては、上側の足、はい、今、左足ですね、伸ばしておきます。伸ばしてこっちの足でちょっと軽く支えてあげるような感じですね。はい、そして下側の足、はい、右足になります。はい、前に持ってきますね。はい、でこの足を動かしていきます。はい、こんな感じです。はい、曲げて戻す、曲げて戻す、曲げて戻す、はい、というふうに動かしますね。はい、さあ動かすと結構また感覚が結構違いますよね。はい、テンションがかかった状態で動かすと、あ、結構筋肉こういう時にも動いてるんだっていうのを確認できるかなと思います。上半身と、足、下半身をつないでいる部分になりますので、こういうふうに足を動かしてあげる、はい、というふうにすると結構リリースには効果的なと思います。はい、じゃあ一度体を起こしていきましょう。よいしょ。はい、一度立ち上がっていただいて、はい、少し左右の差ですかね、少しこうスッキリとした感じとかですね、ちょっとこう感覚とかっていうのも結構さ、やってる方とやってない方で結構違いが出てくるのかなというふうにも思います。はい、じゃあ最後反対も同じようにやっていきましょう。よいしょ。はい、じゃあ場所ですね、はい、脇腹の部分でしたね、肋骨と骨盤の間の部分でした、間の部分でした。当たるようにしながら横になりますね。よいしょ。はい、少し体の角度で、はい、テンションを調整してあげます。はい、上側の右足は伸ばしておきます、床について。はい、下側の左足を、さあテンションがかかった状態から、はい、曲げて戻す、曲げて戻す、曲げて戻す、はい、指に動かします。さあ結構腰が腰痛とかですね、腰がだるい方なんかも結構おすすめな、はい、方法になります。曲げて伸ばす、曲げて伸ばす、はい、お疲れ様でした。はい、それでは体を起こしてきてください。はい、こんな感じで、テニスボールを使って、はい、足回りの筋肉、バランスを取るための筋肉、はい、あとは腕、肩回りの筋肉、こういうふうに腕を動かすのに使っている筋肉ですね、はい、とあとは脇腹の筋肉と、はい、やってきました、はい、数はそんなに多くないんですけど、結構、ね、影響力を結構及ぼしている、はい、筋肉なので、これだけでも結構効果は感じられるのかなというふうに思います。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。さあ、筋膜リリースいかがだったでしょうか。筋膜は、日々の生活での、動き、日常生活、運動の、はい、癖ですねなどによってバランスが悪くなりやすいです。硬くなったり、縮んでしまったりということがありますので、小さな時間でもいい、構わないので、こまめにケアをしてあげることが、ポイントになっていきます。生活の中で、取り入れやすい時間、トレーニングの後や、お風呂から上がった後、寝る前など、日常生活に少し組み込めやすいところで行っていただければと思います。はい、この動画が、よかったら、グッドボタン、あとはチャンネルの登録の方よろしくお願いします。
それではまた別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。